じゃあ7期ポジ。AKB で好きな曲はね、エブリデイカチューシャが幼稚園の時から好き。誰と仲良し？小浜ここねちゃんとずっと一緒にいるの。なんかね、年下だからなんかこう言っていいのかわからないんだけどね、すごい目が離せない。可愛いのもあるし、なんかね、心配で見てたくなる。なんで AKB に応募したの？幼稚園の時に将来の夢みたいな欄があったんだけど、そこに AKB になりたいって書いたから。17期ポーズは多分こうなはず。皆さん、私の何を歌ってる姿を聞きたいですか？君は僕だ。私オーディションで君は僕で歌いました。スカヒラって言ってなかった？そう、スカートヒラリすごい好きで、なんか小学3年生くらいの時ずっと家で踊ってました。スカートを翻してました、ずっと。AKB の握手会には行ってたの？行ってました。渡辺真由さんと峯岸みなみさんと大家志津香さんと加藤玲奈さんの握手会に参加したことがあります。そう、マジスカ学園がすごく好きで、なのでスカジャン着ながら参加してました。 スカジャン似合いそう。そう、大好きです、そのマジスカ学園が。なので冬の雪降る真冬でもずっとスカジャンで凍えながらいました。17期ポーズのスクショ。誰の握手会に、握手会は小学生の頃だったんで、大島優子さんと板野友美さんと島崎遥香さんと島田遥香さんと川栄李奈さんと横山由依さんと前田亜美さんか、いろんな方の握手会行ってました。でももう何年も前なんで、最近っていうか行けてないんですけど。全然17期が初のオーディション。そうですね、アイドルのオーディションは17期オーディションが初めてですかな。そうですね、そう、オーディションで柏木由紀さんのソロ曲の「ショートケーキ」を歌わせていただいたんですけど、まさか柏木由紀さんがオーディションに来るって思ってなかったので、もう緊張しました。嬉しかった、めっちゃ嬉しかったです。でももう多分今までで一番緊張しました。オーディションのダンスも緊張したんですけど、歌がもう本当に緊張しすぎて、番号が一番最後だったんですけど、その何人かでやるときに待ってる間もずっと体中が震えてて、人生で一番緊張しました。